まず八代市で立ち上げていただいてですね、全国展開をお願いしたいと思っております。八代市の2人から言っていただこうと思ったんですが、無責任でありますが、豊田球児の私から、こういったお願いをさせていただいているという次第でございます。デジタルデータで回覧するという発想自体がそもそもなくて、あ、こんなこともできるんだと小さく始めて大きく作る。ホワイトボードに貼り出し、チームで話し合いながら分類分け整理したのがこちらです。このプロダクトを使ってもらい、また改めてインタビューをして、さらに改善していくというサイクルを、小さくスピーディーに回していくことで目標達成へ向かうということが重要だと考えております。無料プランで作成するものに限界があると感じました。そこでうまくいかなかった部分をコードを書いて作成しましたのでご紹介したいと思います。漠然と思っていたところがどんどん抽象度を下げていって、課題解決までのこう落とし込めることがこう実際に、まあ、実践してやれてきてて、必要なものを素早く最小限で生み出して成長させていくことの大事さを学びました。計画していたことよりもより良いものが作れることが分かりました。業務にも活かせるんじゃないかというところを感じております。どのような対応をしたら良いか分からず不安を感じたという経験にフォーカスを当ててスタートしました。またシェアポイントの予約台帳データベースはパワーオートメイトによって監視されています。機械でできることは機械にしてもらい、付加価値の高い仕事へ人の時間を割くことができます。各々の仕事の内容で活かしていきたいと考えてみますと、同じような事象が発生しています。今後の業務の中で活かしていきたいと思います。どんな手段を使うというよりも自分たちが何を実現したいかで取り組むべきというところを再認識できました。自分の組織内でやるだけではなく今回のように外を見てみると知識が広がるというところも勉強になりました。会社として協力して行けるっていう状況を作りたいと思います。八代来た、はい、ありがとうございました。